便鮮血検査用の細便管検便は、排泄された大便を検査すること。消化管疾患の有無、寄生虫、細菌感染の有無を調べるために行われる。食品を扱う調理従事者、保育介護関係者、水道管理事業従業員には定期的に検査を行うことが多い。また海外渡航者、園児学堂を対象に検査が行われることもある。目的に応じて、 下記の内容から選択、検査される。セキリ離キ菌、チフス菌、病原性大腸菌などによる細菌性腸炎が疑われる時に実施される。トマツ標本の強肩及び培養検査があるが、健常では無菌であるべき他の標本の検査と異なり、もともと便中には健常でも多量の細菌が存在するため、トマツ検査では白血球の有無が培養検査では 病原細菌の同定が重要である。病原細菌には他にカンピロバクターやサルモネラなどがある。便中の微量な血液の有無を調べる検査。大量の出血がある場合には、タールウィン、血便として肉眼で指摘できるが、微量の場合はこの検査によらないと判別できない。以前はヘモグロビンの持つペルオキシダーゼ活性を利用する化学法を用いていたが、 これでは、人以外の血液や一部の薬物にも反応してしまい、偽陽性が問題となった。このため現在では通常人ヘモグロビンにのみ、反応する免疫法、人ヘモグロビンを抗原とする抗体を用いる。ラテックス凝集反応などを用いて検査する。消化管出血は大きく上部消化管からのものと、下部消化管からのものに分けられる。ヘモグロビンは、イデヘムと、 グロビンタンパクに分離され、十二指腸で、グロビンタンパクは消化分解されるが、ヘムは、ビンとして排泄される。このため、無のペルオキシダーゼ活性を利用する、化学法では、どの部位からの出血も検出する。一方、免疫法は、グロビンの持つ抗原性を利用するため、上部消化管からの出血は、基本的に検出しない。すなわち、化学法は、 上部消化管出血に対する感度が高く、免疫法は下部消化管出血に対する得意度が高いことになる。上部消化管内視鏡が普及した状況下では、臨床症状から上部消化管出血が疑われれば内視鏡検査を実施できる施設が多く、科学法の利点は小さい。通常は感度を高めるために二日法が推奨される。この検査で一回でも、 先決反応陽性の場合、海洋、腫瘍、炎症性疾患などが存在する可能性があり、内視鏡検査あるいは増 AX 線検査を実施することが推奨される。このうち最も重要な疾患は大腸癌であるが、早期癌の場合便鮮血検査が陽性になることは、少なく進行癌でも必ずしも陽性になるとは限らない。このため、 便潜血反応が陰性であるからといって安心というわけではない。これらのことから、癌年齢の人については、便潜血検査が陰性でも、大腸内視鏡検査を受けることには意味がある。また、因果関係は不明であるが、便潜血検査結果陽性者の内大腸、内視鏡検査受診までの期間が10ヶ月を超えると、大腸がんのリスクが高くなっていたとの報告がある。 寄生虫の中卵、虫体、幼虫、シスト、オシストの有無を調べる検査。検出されれば寄生虫症の確定診断となる。便検査で検出可能な寄生虫は消化管に寄生するものの他に、消化管外に寄生するものでも便中に中卵が排出されるものもある。日本など、いわゆる先進国では寄生虫感染症は減少しているが、 未だに残っているものも少なくない。寄生虫感染が多発する地域は世界的に広く存在するため、そのような地域において、また地域への渡航歴がある場合には必要な検査である。また、南西諸島では、粉染中感染が現在でも多いため、便検査は重要である。行虫については、成虫が肛門周囲に散乱するため、便検査ではなく、 セロテープ法による検査が必要である。便検査で検出できない他の寄生虫症では抗原検査や抗体検査が行われる。ありがとうございます。